名古屋市立広見小学校は名古屋市中川区広住町にある公立小学校。校訓としてやり抜く子、考える子、健康な子を設定している。1921年4月1日に愛知第四尋常小学校として創立された。当時は愛知軍愛知町であった。直後の同年8月、愛知町は名古屋市に並行され、学校名も 名古屋市益子神城小学校と改められた。1930年4月1日には、知見を広島自ら修学に、勤めることを意味する、名古屋市広島神城小学校と改称した。1941年には、名古屋市広見国民学校、1947年に、名古屋市立広見小学校と名を変え、現在に至っている。愛知県小中学校市によると、 児童数の変遷は以下の通りである。委員会活動として2018年度は体育委員会、図書委員会、環境委員会、保健委員会、給食委員会、広報委員会、代表委員会がそれぞれ活動を行っている。部活動として2021年度は野球部、サッカー部がそれぞれ活動を行っている。所管する名古屋市教育委員会は 2018年9月1日、現在、中川区の内運河通、西日置町、西日置一丁目、西日置二丁目、広住町、松重町の全域及び運河町、山王一丁目、月島町、中川運河東支線の各一部を通学区域として指定している。また、卒業後の進学先は、名古屋市立三王中学校となっている。 ありがとうございます。